今日ご紹介するチャンネルは、本当に私の普段の情報発信のネタ元であり、情報のまとめサイトであり、そして何より、こう、先読みというですね、時代の先を読む情報源となる、本当に有益なチャンネルです。皆さん、こんにちは。自由と希望が見つかる新世界チャンネルの平野です。このチャンネルの目的は、新しい世界を切り開くのに役立つ有益な情報発信をしている YouTuber を紹介することです。当チャンネルをきっかけに有益な情報がどんどんと広がり、誰かの新世界の発見に貢献できればとても嬉しいです。ぜひ動画が良いと思ったらチャンネル登録、またはいいねやシェアのご協力をお願いいたします。はい。ということでですね、今日ご紹介するチャンネルは、中野博士のブックチューブ大学というチャンネルになります。で、こちらですね、今チャンネル登録が5.24万人というふうに今なってますけども、実はですね、この数ヶ月で異常なスピードでチャンネル登録が伸びている、ビジネス YouTube の中でも本当にとりわけ注目しているチャンネルなんですね。で、こちらはですね、中野博さんという方が、ホワイトボードを使って、動画をですね、説明の話しているものがなんですけども、中野博さんという方がどういう方かっていうことは、こう概要欄をですね、見ていただければわかるんですが、ジャーナリストであり、講演家であり、経営者であり、著者でありという様々な顔を持っておられます。で、私が言うのもなんですけども、すごくね、なんだろう、こう、キャラクターっぽいというか、ちょっとこう、なんですか、その辺にいそうなおじさんというか、ですけども、圧倒的な情報量と熱量とスピード感で、そして、編集力、構成力でですね、こう、話のまとまりがずば抜けてうまいんですね。で、最初はちょっとこう、うるさいかなっていうぐらいの、こう、パワーだったんですけども、慣れてくると、もう本当に短時間で、これだけの情報をですね、インプットできるメディアはそうそうないなというふうに思うぐらい有益なチャンネルです。で、さらには視聴者のことをすごく考えてくれていて、ロングバージョンとショートバージョンっていうふうに、一つの情報に対して2パターンの情報を発信してくれたりもしますし、他にはですね、いろんな情報を扱ってくれてるんですけども、時事問題であったりだとか、成功法則であったりだとか、最近話題の本のレビューであったりとか、あとは芸能ニュースだったりだとか、あとは月別にですね、5月はこんなことが起こるよ、7月にはこんなことが起こるよ、7月にはこんなことが起こるよ、先々にはこんなことが起こるよ、みたいな形で、その未来予測っていうことも非常に多いです。そこがですね、もしかしたら他のチャンネル、ビジネス YouTube、ニュース系の YouTube チャンネルでは、一番違うところなのかもしれません。というのは、中野さん自身が、時読み講座というのを、有料で提供されていまして、ちょっと詳しくはわからないですけども、占星術だったりとか、タロットなのかわかりませんけども、何かその中野さんご自身のメソッドを使って、時代の流れを読むということをですね、長年されていらっしゃるというのですね。で、それをこう、有料で提供してくれているということで、そのですね、片鱗というか、エッセンスを YouTube の方では無料で提供してくれています。なので、その有料の講座に興味がある方は入られたらいいと思いますけども、入っていなかったとしても、こう、少し、もしかしたら情報は遅れてるのかもしれませんが、今の状況のまとめ、そしてさらにその先々の情報の未来予測、さらにはその先ってね、さらにその先までお話ししてくれてる、ところがありますので、ぜひですね、これは、今の現状を知るだけじゃなくて、未来のことを知りたいなんて方も非常に有益なんじゃないかなって思います。あとはですね、この中野さん自身の観点であるだとか、情報をこう取捨選択する、やり方っていうんですかね、それもですね、非常にわかりやすいです。ちょっとね、動画一つこう見てみたいと思うんですけども、あなたの価値を、市場におけるあなたの価値をどう高めるか、これについてですね、考えていきたいと思います。なお、はい、こんな感じですね。かなりその編集していないんですけども、この話の間が短くて、言ってみれば早口で喋っておられると思うんですけども、それはですね、多分インフォメーションパータイムというですね、一つのこう動画、情報の中に込めた情報量というものを相当意識されてお話されてるんじゃないかなと思います。で、毎回ですね、こうやってホワイトボードに一枚にまとめてくれていますので、お話を聞きながら、こちらでもこう、こんな話じゃないかなとかね、きっとこういう情報じゃないかなっていうことで予測が立てられますので、さらにこう、情報が入ってきやすい。さらにもちろん、こう見てもね、わからない部分に関しては、中野さんのお話を聞いて理解を深めるっていう。だから視覚からも入るし、耳からも入るし、その中野さん自身の熱量からも情報が入ってくるので、ここまでね、熱量のある、しかも情報量のあるチャンネルっていうのはやっぱり珍しいんじゃないかなと思います。なので、やっぱりこのビジネス YouTube っていう業界という分野でも非常に受けていて、本当短期的にですね、数ヶ月でこの3、5万人突破という、偉業をなされてるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。もう本当に私のネタ元だったりだとか、そのまとめ情報として頼りにしている、YouTube チャンネルですので、これはね、なるべくだった人に教えたくなかったなっていうところが本音だったりするんですけども、ぜひね、この機会に、このチャンネルもチェックしてみてほしいと思います。はい。ということで、また引き続きよろしくお願いいたします。